エドワード8世の署名名名前、エドワードの後の R と I はラテン語で王と皇帝を示す。王、皇帝はある領地では王、別の領地では皇帝の地位に同時にある統治者である。この称号は王国と帝国が合併することで大抵生じるが、二つの領土は地位が政治的あるいは文化的に異なっていると認められている。また、 帝国の獲得による王の皇帝としての地位を示す、ためも示す。この二重称号は統治者の二重の役割を表すが、統治者の意向を高めるためにも作られるかもしれない。しかしながら、どちらの場合も、統治の合併が単にある国家がもう一方によって、吸収される併合ではなく、むしろ統一とほぼ対等な立場での合同であった、ことを示した。しかし、 イギリスの君主制の場合は皇帝が王よりも高い地位にあるという示唆はエンペラー・キングではなくキング・エンペラーという称号を作ることによって避けられた。マンチェスター中央図書館にある名版はインド皇帝の地位を放棄する前のジョージ6世の称号を記録している。イギリス領インド帝国の硬下にはこのジョージ5世硬下のようにキング・エンペラーの称号が書かれている。イギリス王は イギリスがインド反乱と呼ぶ抵抗運動の後、1858年に東インド会社から英領インドの統治を公式に引き継いだ。これ以降、新たな英領インドはインド省を通してホワイトホールから直接統治された。1877年のデリー・ダルバールに続いて、ビクトリア女王はイギリス政府によって皇帝の地位を与えられ、インド女帝の位についた。 したがって彼女はクイーンエンプレスであり、後継者たちはジョージ6世までキングエンペラーと呼ばれた。この称号は正式な称号の短縮形であり、広く一般に使用された。在位中のキングエンペラー、またはクイーンエンプレスは、名前の後に RI というイニシャルあるいは省略形、インド、インプを使用した。イギリス皇家と大英帝国。 A 連邦自治領の効果は常に、レックスインド、インプという称号が変化したものを含んでいたが、インド自身においては効果には、エンプレス、後には、キングエンペラーと記されていた。1947年8月にインドが独立した時、すべての金型は、後者の2つの略称を除去するために変更しなければならず、一部の場合は1年を要した。 イギリスでは、ジョージ6世皇下には1948年までこの称号が記されていた。ドイツ人によって統治され、ナショナリズムの増大に直面していた、他国籍オーストリア帝国が、ハンガリーの貴族に名目的及び事実的権利を与える改革を行った1867年にも、この二重称号が使われた。この改革によって、 オーストリアに併合されたハンガリー王国が復活し、従ってオーストリア・ハンガリー二重軍主制連合国家と皇帝、王の二重称号が作られた。ハプスブルク王朝は従って帝国の西及び北半分をオーストリア皇帝として統治し、ハンガリー王国並びにトランスライタニエンの大半をハンガリー王として統治した。ハンガリーを 一定程度の自治と連合事項に関する代表権を享受した。連邦の正式名称は帝国議会において代表される諸王国及び諸法並びに聖シュトバーンの王冠諸法であった。1936年、イタリアのエチオピア征服により、ビットリオエマヌエーレ3世はエチオピア皇帝に宣言された。したがって、彼は王皇帝となった。 その後の数年間に諸外国はイタリアによるエチオピア統治を承認した。王、皇帝は副王によって代理され、副王はイタリア領東アフリカの総督にも任命された。副王及び総督の首都はアディスアーベバであった。ありがとうございます。